超高速昔話その1。昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんがおりました。ある日のことでございます。いつものようにおじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、上流から大きな桃がふわーん。はいや。はい。